ジョルノ・ジョバーナ、これからお前の頭をボール代わりに転がしながら涙目のルカをやった犯人の名を聞き出すことだってできるんだぜ。この能力に気づいたのは数ヶ月前だが、僕は今まで一度としてゴールドエクスペリエンスで人間を攻撃したことはない。答えろ、ジョルノ・ジョバーナ。もうやるしかない。何？ルカをやったのは貴様だったのか。貴様、な、何？貴様、何をした？なんだ、ちょっと立とうと思っただけで、このみなぎるようなパワーは、動きがスローに見える。もしかして、お前の能力に殴られたからこうなったのか。だとしたら間抜けだぜ。敵にパワーを与えるスタンドなんてな。くらえ、ジョルノ・ジョバーナ。まさか勘違いをしているのか。俺は自分がすごいパワーで動いていると思っているだけで、あれは俺の体で意識だけが飛び出てここにあるのか。しまった、身をかわさなくては。来い。無駄。なぜ僕にこんな能力があるのか知らないが、せいぜい利用させてもらうかな。これがジョルノ・ジョバーナのスタンド、スティッキーフィンガー。ここでやり合ってもいい。だがお前のこの異常な能力に触れる危険はもうこりごりだ。少し離れよう。一旦距離を置いてから貴様を始末させてもらおう。こいつ、壁にジッパーをつけ、硬い壁をも通過している。まずいぞ、僕の負けだ。逃がさない。僕のことを仲間に喋られたら収拾がつかなくなる。今絶対に奴を阻止しなくてはいけない。消えた。まさか奴のジッパー人間の中にも入れるのか。いや、それしか考えられない。ほうき持ってこねえとよ。一人一人別々の方向に動き出した。ジッパーは見えない。ドイツだ、ドイツに隠れている。さっきへし折ったお前の歯に生命を与え、ハエとして生まれ変わらせた。ハエはお前のところに帰っていき、見分けがつくってわけだが、やばいな。危険を犯すことになるが、今この場でやるしかないってことのようだな。あんたを逃がすことはできない。その点に関しては僕は必死だ。来いよ、ジョルノ・ジョバーナ。これは俺の腕ではない。俺のスティッキーフィンガーズの能力はジッパーで別なもの同士を接続することができる。これはあのガキの腕だ。俺のと取り替えておいたんだ。今さら何をする、ジョルノ・ジョバーナ。始末させてもらうぞ。なんてことを、自分の腕を引きちぎって。
ゴールドエクスペリエンス。ジョルノ・ジョバーナのスタンドの破壊力はそれほどではない。しかしこの場合はそれが逆にきつい。俺はきっと痛みのショックで死んでしまう。やめろやめろ。ゴー！